12ホール目はこちらがパーだったんですけど、ペナルティでボギーです。こちらは素でボギーですで分けたんで3アップ。はい、はい、参りました。参りました。まだです。頑張ります。頑張りましょう。12ホール目パー5ですね。はい、あ、13ホール目パー5。ありがとう、レン君。行きましょう。いや、どうだ？低いの打ったんか？お？あ、大丈夫だ。おお。ちょっと低いの打ったんすか？ビビって。ああ。いやでも普通そうっすよね。回避が上手やね、やっぱり。やっぱプロはやっぱこういうとこで絶対追い打ったからな。バッタープロじゃなくて。ちょっと叩いたもん。プロは追い打たんない。謎の掛け合い。おーい、うまーい、完璧よ。やばー、やっぱあなたもプレッシャー低いよね。あー、怖かった。ナイスショ。もうこれボンちゃんが置いたから、めちゃくちゃ狭いやん。ボンちゃん置いたから俺行った方がいいかな。頼むで。やめ、やりすぎた。どうだ。あそこどうなんやろ。あかん。いや、あかんでしょ。ちょっと微妙やったな。俺おるからな。左やった。超えてたら。はい。スイダも、スイダな。スイング。スイング。スイングだよ。練習中。狭いな。ねえ。狭いな。そんな狭いゴルフ場の印象ないのに。うん、ずっと広く。ね、皇室がいますね。伸び伸びしてますよ。コメントロコニロと。でも関西から来たらもうコースが広すぎて結構びっくりしてます、うん、あ、そうですか。なんか関西って狭いゴルフ場が多いって聞きます。狭い、狭い、めちゃ狭い。そうなんや。だから今日回ってこれは飛ばす視野が多い感じとは、ね、ありますよね。それは多くなるよなって言うてたんですよ。へえ。なんで関西はゴルフ場狭いんですか？やっぱこう山が多いです、はい、なんか平地ってあんまなくて。あ、そっか。結構こういう山の中に無理やり作ったゴルフ場とか、なるほど、結構多いからやと思うんですよね。うん、そうなんだね。関東の方が全然広いなって。で、関西これ普通ですか？もう全然こんなんばっか。周りにはめっちゃビーってたっけ。めっちゃビーってた。ガチガチやった。ガチガチや。300。300ヤード、5番勇気です。はい。あー！あー！入っちゃいました。はーい。スプーンです。ちょっと見分けつけるの。うんめ。ちょっと左。わかんないなぁ。はい。253でございます。これは刺身さん飛ばしましたね。やりましたね。ね、耐えました。スプーンでいきます。ちょうどOBゾーン。あら。かかった。座る。おお。危ない危ない危ない。やんちゃ。いい当たり。いくやな。右バンカーかな。あ、うん。あり、しましたね。着弾はバンカーでした。そうですね。まあ、でもあんま悪くないし。ハマス？ね、やっぱ。クラブです。何使ってるの？M2 の。あ、ちょっと前ですね。だいぶ初代の、はい、結構アメリカモデルの 16.5 度なんですけど。はい、僕クラブセッティングの中で一番こだわってるポイントなんですよ。へー。このもう M2 の素材の 16.5 度が最高なんです。スピン量が低いんですけど、はい、ロフトがある、あるんで、うん、出玉でこう上げれるんですよ。だからスピンでこう上がるんじゃなくて、はいはいはい、出だしが高いんで、はい、でそこから棒玉で飛んでいくんで、うん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 、すごい距離飛ぶし、コントロール性能もあって、皆さんおすすめです。でもなかなか売ってないですよね、それ。もうほぼ中古しか売ってないですね。ですよね、はい。こいつがいなくなったらちょっとやばいです、僕は。1000のクラブです。
え、生命線も帰れないもうそうっすね、これなくなったらちょっとやばい、そんくらい重宝してます。そうなんだ、プロってそういうクラブあるって言いますもんね。ありますね、でも、うん、めっちゃ真面目なトークしてるから大丈夫ですか。3度です。はい、38ヤード、はい、はい、左。もうカラス逃げた。カラス狙ったやろ。アボアボ。カラス狙ったっしょ今。やめてもう。キノコ。59度です。はい。うまいな。あーやめてくれ。うまい。手前から転がって。やめてほしいけどナイス。レベルが違いますね。ナミちゃん頼んだ。バーディー。今日結構ね、いいパット入れてますからね。パット入れてるんで。頑張ります。56で。はい。うまい。ナイスやん。まあ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 。ナイスナイスナイス。これもうまい。ナイス。距離ぴったり2人とも。ありがとうございます。さすが。あ。すごい。もうほぼまっすぐ来ましたよね。もう最後だけですね。来た。うんめー。何それ、ど真ん中から。ナイス。バーディー。いや、マジでパターンうまいわ。ありがとう。え？え？ナイス。さすがー。これも真ん中から。耐えた。素晴らしい。終わり。ありがとうございます。いや、俺打ちたくなかったわ、これ。ほんまいい戦いですね。ねえ。見応えのある。見応えあるね。はい。みんなうまい。レン君、ええの決めたな、今の。ねえ、やっぱ。いや、ほんまにうまい。これっすね。試合じゃ入らないやつ。この距離？はい。そんなことないでしょ。あの距離入ってる時って、なんかもう上の方で戦ってる時ですよね。そうっすね、確かに。13ホール目はバーディーでした。ナイスバーディー。同じくバーディーでした。ナイスバーディー。ということは、10…違う、スリーナップです。まだか。はい。ここでも俺らが負けたら、そうですよ、もう勝ちはなくなっちゃうっていう、うんうんうん、勝ちはなくなる、はい、なんで大事なホールになってまいりました。はい、プレッシャーかけます。はい、14ホール目、パー4行きましょう。よいしょ。プレッシャーかけようか、こっちも。障害くんくん頼むで。負けんといてよ。コントロール、はい、飛びすぎる。うわ、ギリギリ。あはは、入っちゃった。入った。落ちたかも。入っちゃった。入った。うわ、今すっごいドキドキした。ねえ。めちゃくちゃ。入った。めちゃくちゃ喜んでる。喜ぶな、人のミスを。喜んでる。入った。入ったって報告した。報告。報告のテンションじゃないけど。3回ぐらいしときます。ちょっとやめてください。ちょっと恥ずかしい。うわー、右カッタン思ってんな。これカサ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 言うと俺フェアウェイの音したな。フェアウェイあんま音しないし。トンって言わなかった。ナイス。これはいけ、手前にいいとこっすよね、多分。おっよいしょ。これはさすが。5番ウッドです。はい、キャハー。そうでしょ、入ってはないと思います。あ、やってもらってます。どういうことですかね。ありがとうございます。やっぱキャディーとかされたことあるんですか。うん、あ、したことありますよ。あるんですか。昔、あの、うん、下積み時代というか研修生やってたんで。あ、そうなんですね。そう、なるほど。その時はもうゴルフ場にこき使われて大変でした。あれしてこい、これしてこいと。そうそうそう。楽しくはなかったですか。
いやー、辛かったっすね、結構。確かに、まあ、でも、ゴルフやるため、なら、頑張ってできると。そうなんですよ。素晴らしい。マイゴルフさんでは普段どんな動画を配信してるか、ちょっとマイゴルフの視聴者さんに教えてください。まあね、プロって2タイプいると思うんですよ。レッスンプロと、まあ、トーナメント行ってるプロみたいな、まあ、2種類が基本的にいて、そのうちの僕らは試合出てるタイプのプロなんで、はい、その何ていうかな、本当のちょっとスコアの出し方とか、まあ、そっちにこうフォーカスした、こうなんかまあ考え方とか、そのゴルフのってよく言うんですけど、はい、そのこういう時にはこう考えたら、まあ、最低限 の, そのミスは避けれるみたいな、とか、なんかそういうちょっとラウンドのコツっていうのを、まあ、スイング云々じゃなくてこうラウンドのコツとかを配信してますね。はい、はい、そういうことです。なんかまたちょっと新しいですよね。そうですね、なんかあんまり僕ら始めた時にそういう方がいなかったんで、まあこれってアマチュアさんのためになるんちゃうかなと思って。なるほど、はい、やらせていただいております。お、確かにプロのそういう話ってなかなか聞けないですもんね。YouTube やったらこうパッて見れる環境って今はあるけど。そうですね。で、まあ、プロって、まあPGA ツアーとか見ても、日本のツアー見てもスイング同じ人って一人もいないじゃないですか。いないですね。それなのになんかみんなってこう同じスイング目指しに行くじゃないですか。行きます。でもそれはちょっと、まあ、ゴルフ的には違うかなっていうのが、まあ、最初のなんていうかな、こうきっかけっていうか。なるほど。もうちょっとゴルフにはこう裏があるんじゃないかっていう。お、深いですね。そうなんですよ、ちょっと深めになってるんで、本当に上手くなりたいと思ってる方は、はい、ぜひ見ていただければちょっとは手助けできるかなと。私も波ゴルフやってて、はい、マイゴルフさんにマネージメント聞きっていうコメントされるのでありがたいですね。両方見てくださってるんですね。そうですね。そうなの。皆さんもぜひチャンネル登録してください。ありがとうございます。お願いします。お願いします。え、終わり今日の収録。あ、違ういい感じにまとまったと思ったんだけど。じゃあ僕らの3アップで166ヤード5番ユーチです。はい、左足下がりです。はい、あら、ジャンプ、うわー、惜しい。いやー、これはむずい。むずいです。女子にはなかなか難しいですよね。難しい。166、7番で、はい、いきます。めちゃ上げ、うんまっ。これはいい。なーにー、何あるよこれ。うんまー、ナイス。何？いや、難しいってライの話してたよ今。なんでああいうボールの軌道になるわけ？でも、でもあれっすね、レン君息入れたからワンペンやからな。あったよ。思い出させるね。入れますね、多分ね。はい、結構上げてるんです。152、8で。はい。おお、来た。おー、いい感じ。これでも負けてんな、風に。あー、手前か。左手前。参考になりました。はい。7でいきます。いい球。ナイス。ありがとうございます。ユーチューバーで好きな人います？ゴルフ関係なく。ああ。僕それこそポケモンの YouTube めっちゃ見るんですよ、ゲーム実況。めっちゃ、これマイゴルフでも言ってないんですけど、はい、めっちゃ見るんですけど、うん、そのそれで有名な人が好きですね。多分誰って言ってもわかんないんで。え、じゃあ言ってください。とりあえず言ってもらっていいですか？出しとくんで。あのライバロリさんって方がめっちゃ好きなんですよ。どんな感じでやってるんですか？普通に、いや、男の人で、うん、なんかすごい上手いんですよ、はい、このポケモン。ポケモンってなんか結構ね、うん、単純じゃないですよね、はい、戦略ゲーム。結構戦略ゲームなんですよ。そう、レン君めっちゃ知ってると思うんですけど、はい、めっちゃ戦略ゲームで、はい、それめちゃめちゃ何手先、4、5手先ぐらい考えてるんですよ。そんな深いんですか？めちゃめちゃ深いです。将棋やん、もう。いや、ほんまに将棋なんですよ。ほんまに将棋レベルですよね。そうそう、弱いやつにも勝てるっていう。難しいんですよ、あれ。そう、だからそれを見ててすごい癖になりますね。で、なんか、はい、そうやって考え、それをちょっとゴルフにもちょっと生かしていくみたいな。嘘でしょ、うん、ポケモンから学んでるんですか？学んでます。じゃあ皆さんポケモンやりましょう。やりたい方は。ポケモンの宣伝になってる。レン君、今のは高さ出したけどラフの分止まんなかった感じですか？そうですね、フライヤーです。あ、フライヤーしてるんだ、はい、出たフライヤー。
間がラインが違う。距離ぴったり。ナイスタッチ。ナイス。相当距離あるよこれ。レン君わかる？え？教えてください。収録か。待ってよ。怖い怖い。ここね、ここね。的がでけえ。どれどれこれかこれかこれどれ？ここらね。待って。オッケー。教えたら入れてくるかな。あ、いいよ。カットされるから。あれ？ムイさんめっちゃ弱い思ったら、スーパーガンから早い。いやうわー惜しい。勇気やったな今のパットは。ひっくれた。いやー、マジかマジか。 C ちょっと入らんな今日。あーあー、 C、 あーなんで、なんなんそれ。ナイス。さすが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 っす。いやーダメだなこれ。言いたかったな。14ホール目はパーパーパー。ということでスイナップのまま、はい、このホールで迷子さん勝たへんかったら勝ちはなくなるということです、はい。そしてイベントホール素振り禁止です。はい、15ホール目来ました。地獄の素振り禁止。はい、一打罰になりますからね。はい、わかりました。集中してくださいよ。はい、アイス食べてる場合ちゃうで。はい、自分自分。じゃあパー4行きましょう。よいしょ。うわ、うわーめっちゃ右。珍しい。珍しい。素振り禁止とはそういうことなんですよね。そういうことですよね。結局これなんですよ。リズムが作れない。そうなんですよ。もうすぐお散歩かのボールの手に取った。よいしょ。そういうことないそういうことない。当たらへんな。ほんまに当たってないな今。うわーナイス。これはいい球。すごい違和感しかなかった。違和感あれやんな。めっちゃびっちゃった。マジや。そうなる。天ぷら。オッケー。うわー。硬い。硬いな。大丈夫だこれ。しっかり刻んできた。はい。狙い通りです。すいません。ちょっと。プレッシャーに強い。イエーイ。めっちゃミルク。すごいですね。うん。美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。市原名物。いや、なんか、なんとかミルク。うん。さっきね、売店の。お姉さんが、うん、このミルクが美味しいっておすすめしてくれました。センター175になってるけど、上り入れて182です。はい、まあ5番ユーティです。はい。はあ、もうダメよ。173ヤード7番で行きます。はい、173ですか。あ、レン君今素振りしたでしょ。私もした。何もした、やっぱり。した。すいません。うま。すいません。ナイスオン。今ね1回ずつしました。マジっすか。はい。した俺。あのまあこうこうね、うん、こうね。やばい。何も気にしてなかった。もうやっぱ素振り禁止初心者なんでね、2人も。ですよね、これもマイゴルフの土俵ですからね。もう僕らホームグラウンド来ましたから、ここで134、ピッチングで。はい。うわいいんじゃないですか。いいんちゃう。ナイスオーケー。ありがとうございます。オゲ丸、振りてめっちゃ振りたかった、あかんよ。今超えた超えた超えた。ダメですよ今。インパクトゾーンかヘッド超えたからダメですからね今。今のは、はい、ダメです。ちょっと今ほんまにわざとじゃない今。マジでだって今1回目は覚えてて。
とやばいな。え、ほんまにやばいな、癖って。フォローっていい感じ。よそーん、ちょっと弱いな。これやから面白いですね、素振り禁止は。ね、ほんまに不意にやっちゃうんですよ。無意識ですよね。ほんまに無意識なんですよ。だってレン君が軽くこれぐらいで素振りしてて言ったらえ、したって言ったじゃん。そうなんですよ、ほんまに。した記憶がない。素振りはしない。距離感大丈夫？やめて。もういいよ。でかい。感覚が分かんない。プロでもね、分かんないんだね。何大事か。イエス、はい、ナイス。おお、いやー惜しい。あ、いや、うまかった。うん、早いな。ってかこっから上がんない。そんな期待しない。全員よいしょ。負けた。でかいよ。これでかい。うわ、必死。素振りせえへんの必死で LINE とか見てない。相当気持ち悪い感じする。めっちゃ気持ち悪いでしょ。めっちゃ気持ち悪いね。レン君した記憶ないですか？ないです。じゃあリプレイ出してください。ちゃんと残ってる。 VTR 出してるよ。ナミちゃんもね、確かしてましたね。してた多分ね。何も気にせず。多分ですか？うん、してたと思う。いや、うん、めっちゃしてた。めっちゃしてた。見てて、あ、めっちゃしたと思って。レン君それ気づいてた？ナミちゃん、ナミちゃん気づいてて。そうでしょ。それやのに分からなかったんや。自分のは、うん、しないようにしないようにって思ってたら、うん、してたらしい。ちっちゃかったけどね。なんか、あ、ほんまに。